8M21 から3エンジン三菱不走、M2 系エンジンは三菱自動車工業が1990年から2005年にかけて生産していた V 型ディーゼルエンジンである。従来三菱不走トラックバスの大型バス、エアロクイーン、エアロバス及び大型トラック、スーパーグレートには V 型8気筒、または V 型10気筒の DC 系エンジンが採用されてきた。 これに代わる V 型エンジンとして開発されたのが、軽量4弁オフカムを搭載した m 2系エンジンである。しかし、市販車用としては2005年までにラインアップから姿を消し、下級機付け 6M70 が後継機種となった。排ガス規制対応の問題があったためと思われる。出力は、KC- 車までが、グロス、キロリットルマイナス車が、ネット出力である。 カーゴ、ダンプで初めて 400PS を達成。パワーアタード標準装備。搭載車種 8M20 から 18M20 から 28M20 平成6年規制適合のため排気量を拡大。搭載車種 8M218M21 から 18M21 から 28M21 から3か吸気付け、エンジン専用機種。スーパーグレートのうちトラクタ系のみへの採用で。 スーパーグレート単車系やバスへは搭載されなかった。搭載車種 8M22、8 m 2 20DC11 に変わる機種。ザグレート及びスーパーグレートのうちトラクタ系のみへの採用で、ザグレート及びスーパーグレート単車系やバスへは搭載されなかった。搭載車種 10M20 に変わる機種。やはり、スーパーグレートのうちトラクタ系のみへの採用で、 スーパーグレート単車系やバスへは搭載されなかった。搭載車種、ありがとうございます。